じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、気が早いですが、気が早いですが、はい、今シーズンの各チームのオーダーをもう発表しちゃおう、ゆたかさん。よし、もうキャンプも見てないのに、まあ、オーダー大事だからな。でもキャンプも何も見てないし、外国にはお前誰が来てんだっていう。数名来てますよ。もう分かんないよ、そんなこと。なのに、ね、なのにもうどこよりも早くオーダーな、はい、まあ、気になるもんな。いや、そうですよ、ね、昨シーズンと同じところなのかガラッと変わるのか、まあ、ベストライン新人で、はい、うん、新人を取った人の中で、うん、ベストオーダーを ベストラインを決めようみたいな、はい、あんな動画になんないよな。いや、お前心配したぞこれ。そうですよね、回らないなんて。ベストナインやれば回ると思っていた。いやいや、そうは思ってないよ。そんなおごりはないけど、はい、おごりはないけど、はい、これやばいなと思ってた通りになったよね。でももしかすると5年10年かけてじわじわと回るかもしれない。そうかもわからんな。そう、多分あの、はい、ぬか漬け、ぬか床みたいな動画だと思っていただければです。はいはい、わかりました。ということで、はい、じゃあ今日からセトパ、はい、1チームずつ、うん、合わせて2チームオーダーを発表していきましょう。お、それはどうやって決める？じゃん、ここにプロ野球チップスのカードがあります。プロ野球チップスのカードでやったら回らないんじゃないか、お前。あれね、ワースト3に入ってるやつだ。またワーストになっちゃうんじゃないの。大丈夫か、大丈夫かな。まあ、やってみます。これ回らなかったらもうなんか呪縛だと思いましょう、はいはい、なので豊さんに目つぶってもらって、はい、ヒート選手のチームです。いきますよ。じゃあまずセリーグからいきますと、はい、じゃあ好きなのはいろんなのありますからね。はい、これとこれと、じゃあ次パリーグいきますよ。はい、これ組み合わせによっては変わってきますからね、いろいろ。はい、ゆたかさん見てください。組み合っちゃいけないチームがあるからね、多分。言わないですけど、それは。どことどこですか？タイガースとマリーンズ。うん、いいじゃないですか。あれ、だから昨年の2位同士。お、なんかもしかしたら、うん、これシリーズ戦ってたかもわからないという。そうですよ、ファンとしてはこの戦いが見たかったと思いました。今年は寅年、一番くじで引いたという。ゆたかさん、今年絶好調かもしれません。俺が？そう。なんで、お前何の根拠だよ。ゆたかさん、そう、真っ先に寅年を引いたから。なるほど。じゃあ今日は阪神とロッテのゆたかさんの今シーズンのオーダー大予想を見ていきましょう、はい、じゃあまず阪神から。はい、まあここは、うん、まあ、1、2番は近本、中野、もうなんか鉄板ですね。まあここら辺は両方とも盗塁を取れる足があるし、はい、ね、で左対左も苦にしないし、うん、だからここら辺はなんか近本、中野で、うん、1、2番組んでると、はい、相手チームが嫌だよな。そうですね、うん、だからまあそうするんじゃないかな。ちなみに、はい、あの中盤からは中野選手がずっと2番だったんですけれども、うん、最初の方って誰が打てたかったの？糸原でしょ。そうなんです、糸原選手だったんです、うん、糸原は矢野監督の信頼がすごく厚いんだよね、はい、だ2番も打たすし5番も打たすしという、はい、まあ、非常にあの監督の信頼を勝ち得てる選手の一人だよね、うん、まあ、だけど中野が上位に入って、はい、相手としたらやっぱ足を使われるということで、うん、すごく嫌だったと思うよね。そうですね、はいはい。さあ3番です。3番佐藤。お、佐藤なんだ、お前大丈夫かみたいな顔したけどな。いや、大丈夫なんだよ。ずっとほらマルテ選手だったりとか入ってましたよね。マルテは3番から外した。外した。でそこに佐藤輝選手を。そう。お、これはなぜ？近い将来やっぱ4番を打ってほしい選手なんだよね、うんうんうん、4番として育ってほしい、はい、だから近本、中野、佐藤ってやっぱ脚力あるよ、うん、だから脚力のある選手を前に持っていった。おー、だからマルテだと、はい、なんていうの、こう渋滞を起こす可能性があるからさ。まあそう、あ、ちょっとで佐藤の長打で、まあ、近本、中野っていうのは帰ってこれるしね、はい、だからまあ佐藤3番にしておいて、はい、で4番が大山。お、大山はやっぱり何としてもこう今年、うん、もう今年が最後のチャンス、はい、4番として育てるには、うん、もうこれがダメだったらもう6番か7番かで育ってもらうしかない、はい、うん、今年がもう大山の4番としての最後のチャンスだ。あ、じゃあもう本当にこう運命の年というか、うん、重要な年ですね。もう今年育たなかったらもう里輝が4番でも育てるようになってくる。
じゃあもうここは何としてでも4番獅子の田中選手に頑張ってもらって、マルテ選手はどうするんですか。マルテは5番お3、4、5がここで掃除をしてほしいんだよ。なるほどね、一掃するっていう形で、ね、それとその大山の下に佐藤だと、はいはい、佐藤と勝負をされる可能性もあるけども、はい、やっぱマルテを持っていってると、うん、大山と勝負に来ると思うんだよね、うん、そしたらチャンスもあの大山に生まれるという、はいね、はい、そして、6番、はい、まあ、これ糸原にするか、はい、井上にするか。お俺井上をものすごく買ってんのよ。あの井上選手は昨シーズンね、まだキャンプの時怪我したんだよね、はい、オープン戦とかね、はい、うん、だけど俺はポテンシャルが高い選手だと思ってるから、うん、ど今年は出てこいよと、はい、お 6-7 どっち6-7どっちか。じゃあまあ、うん、それは実績から言ったら6は糸原だよ、はい、で7であの井上でいいけども、はい、まあでもそうだな、まあ糸原6に、うん、7番井上、うん、にしようかな。そしてキャッチャーが梅野、8番梅野選手と、はいはい、おお、なんか座りいいですね、うん、良さそうな気しますけれども、これで戦えるってなると、うん、はい、将来が明るくなるね。おお、うん、やっぱ軸が佐藤あの大山、はい、まあ、マルテはいなくなったとしても外国人だからね、契約の問題で、はい、だけど井上が育ってくれると5番に井上っていうこともできるし。そうですね、うん、おー、豊さんのじゃあ今シーズンの最新のオーダーは阪神はこれでいくと明るいぞと、未来が、まあ言ってほしいなと願望ですね、願望ですね、まあ、願望というかまだ分かんないよね、この時期無理やりだから。もうそうです、本当にキャンプだって怪我がなかったということをね前提に話しています。別にネタがないわけではないよ。違います、一生懸命これ考えたんですもんね、はい、次ロッテです。はい、ロッテ、はい、はい、荻野1番、あ、もうここは鉄板ですね、はい、はい、で必ずもう全試合藤原が2番を打てと。あ、2番藤原、あ、そう、中村翔吾選手でなくそこはもう藤原選手に2番行くと、はい、はい、で3番中村、お、3番が中村、あれマーティンとかでもなくて、いや4番がマーティン、あ、4番にマーティンのっていうことなんですね。そうそうそう、でレアード5番、おお、3、4、5、なんかこういうふうな座りにしたっていうのは何かあるんですか。何がいや座りにしたって何が何がなんかこういうさっきみたいに例えばこういうつながりでいってほしいとか。ああ、まあ荻野はね、はい、まあ、昨年怪我なく、うん、まあ、1シーズンをフルに戦ったけど、はい、今年ちょっとわからないところがあるんだよね、うんうん、だけどまあ荻野と、はい、で藤原はやっぱ藤原が2番に入って活躍してる時ってやっぱロッテって流れがいいんだよ、はい、強いの、うん、だから今年優勝するためには藤原がもう本当に全試合2番を打つぐらいの活躍をしないと優勝できないよという。あ、でもその、あなたが活躍したら中村がつないでマーティン・レアードが返すよと。もうポンポンポンとここに得点が入りますもんね。返す。お、そして、うん、得点を返してからのレアードの次が、まあ、安田6番、お前もうそろそろ成長しろよと、はい、6番安田選手なんですね。安田もうやっぱりね監督の期待に応えられない、うん、ここで今年安田が中津東伐だったら、はい、もう多分目はかけないと思う。もう勝負の年だよ。そうなんですね、うん、そしてその安田選手の次7番になりますけど、まあこれはサーカス団のエチェバリアこれサーカスみたいな守備するからねすごいですよね。すごいよ。だから、はい、まあ例えば、まあ、レアード安田エチェバリア藤岡この中でね、はい、DH だよ。あ、どなたかだから荻野、藤原、マーティンっていうのは守備抜群だから、うんうん、この3人は、はい、だからこれは外せない、うんね、だからレアードはもう下手、うん、で安田はまあまあ、はい、まあまあ、エチェバリアはサーカス、サーカス、うん、で藤岡はショートサードは抜群にうまい選手だから。じゃあこれレアードが DH、まあでもいいよね。でもいいですよね。あ、で安田をファーストにして、うん、藤岡をサードにしてもいいよ。それだったらもう守備は完璧。おお、じゃあこれ鉄板になりそうですね。なりそうだよ。でキャッチャーが加藤、はい、これピッチャーが打席に立ってみたいなものだからね
本当に打たないんだ。打たないんですよね。打たないんだよ。打てないんですよ。中日の。でもね、守備加藤が入ってものすごくロッテは安定したね。ああ、うん。だから外せない選手になってきてる。うん、なるほど。うん、そうそうそう。面白いですね。今回は阪神とちょっとロッテをもういち早くオーダー見ていきましたけれども。うんね、で、まあポイントとなるのはエチェバリア。うん、お、なぜ？確かにクライマックスシリーズですごい劇的なホームランも打ったけど。うん、はい。日本のピッチャーに本当にアジャストできてきたのか、うん、それともあれがまぐれだったのかっていうのは前半でわかるよ。この選手がショートに入ってちゃんと安定したバッティングを見せてくれるとすごくスムーズにいく、ロッテは。ただしこのエチェバリ選手がそうでなかったら、なかったら藤岡をショートに回して安田をサードに回すんだよ、はい、だから DH が、あ、まあ、レアードなんだけど、はい、あのファーストがいなくなるんです、はい、そうなってくるとあのレアードを守備につかして DH は誰にするのかっていう、山口にするのかとか、はい、まあ、そうなってくるから、うん、やっぱこうポイントを握ってるのはエチェバリア、エチェバリアなんです、ね、他の選手はまあ実績的にはある程度の計算で、はい、できるけど、うん、エチェバリアはちょっとわからない。そうですね、もう守備はでも外せない、サーカスな見たい、すごいですもんね。まあ、そうですよね。でも土のグラウンドだったら下手だけどね。だって芝がない土のグラウンドっていうのはなんかおどおどしてるんだ。だその場所場所によってなんか球場によって変えるとか。あるある。人工芝抜群に強い選手だ。ああ、そっか。だハマればってことですよね。このエチェバリア選手がちょっと。まあこういうオーダーを阪神もロッテも組めれば、うん、でずっといければ多分理想的に強い。なるほど。だって阪神だって佐藤が3番をちゃんと打てる、うん、大山が4番を打ち切れる、はい、そうなってくるとやっぱ阪神の方が強い、すごく。そうですよね、うん、この通りに行けばってことですよね。そうそうそう、はい、はい、というわけで今日は阪神とロッテの湯高さんの最新オーダーを見ました。大きなお世話でした